ソビエト連邦の指導者の一覧では、かつて存在したソビエト連邦の歴代、最高指導者を一覧表にしている。69年間のソビエト連邦の歴史の中では、首相や当初機長などの地位にあって、国政を主導し、最終決定権を行使する事実上の最高指導者が存在した。よって、最高指導者という地位は正式な役職ではない。そして、彼らは、 必ずしも国家元首であるというわけではなかった。ウラジービル・レーニンが議長を務めていたソビエト、連邦人民委員会議は国家の行政機関すなわち現在の政府にあたり、元首でなければ当時の共産党すなわちロシア社会民主労働党の機関でもなかった。レーニンは党の役職としては中央委員、政治局員であっただけである。しかし、レーニン生存中、 党の最高指導者がニ人であるというのが党員の共通認識であったことは間違いない。また党中央委員会書記長というポストに最初に就任したのはヨシフ・スターリンであるがその時点では党中央委員会書記長というポストが党の最高指導者の地位であるという認識は党内ではまだ確立していなかった。しかし後にこのポストは名実ともに 党の最高ポストとなり、ソ連最高指導者の代名詞となった。初期朝食は1952年にスターリンによって廃止されるが、彼の死後、ニキータフルシチョフが実権を握った1953年には、当中央委員会第一初期として事実上復活。1966年には、レオニード・ブレジネフによって初期朝名称へ戻された。その後、 初期朝食は1990年までソ連における最高ポストとみなされた。1990年3月にミハイル・ゴルバチョフが大統領制を導入するとソビエト連邦大統領は初期長にとって変わり事実上のソ連最高官職となった。大統領制導入以前は国家元首ポストとして中央執行委員会議長、最高会議幹部会議長、 最高会議議長がおり、レオニード・ブレジネフのようにこのポストと、当中央医書記長を兼ねた者もいたが、ソビエトの事実上の絶対的な支配者として、君臨したのは、当書記長であった。ソビエト連邦においては3人の実力者が組織を指導し運営する、集団指導の仕組みが取られることがあった。ソ連発のトロイカは、レーニンの死後に構築され、トロツキーとスターリンの対立により、 スターリン、ジノビエフ、カーメネフによって集団指導体制が形成された。その後に、同国で権力が初期長一人に集中するのを防ぐために、三人に権限を分散させた集団指導体制が取られることがあった。スターリン氏及びフルシチョフ失脚後には、第一初期最高会議幹部会議長、閣僚会議議長へ権力が分散された。 また、初期長自身の指導力不足からトロイカが形成されることもあった。チェルネンコ政権時がそれに該当する。チェルネンコ死後のゴルバチョフ初期長は、再度権力を初期長、最高会議幹部会議長、閣僚会議議長に分散するトロイカ体制を構築した。ありがとうございます。